はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。それで今回は新浦和レッズ李佳翔の下で、行われる補強を大予想ということでございましてですね、現在朝からのこれ撮影なんですけども、顔がパンパンということにまず私気づきましてですね、結構やっぱりなかなかこの年になると顔のむくみというのがですね、朝っぱらから出てしまうのがなかなかショッキングな、まあこのご時世ですけどもね、でございますけどもね、そんなことよりもですね、浦和レッズの補強に関して、リカルド・ロドリゲスになった場合どういう補強が行われるのかというのを、知りたいって方が何人かいらっしゃったので、動画にさせていただこうかなと思います。まだリカルド・ロドリゲスの監督の就任は決まっておりません。そして声が出ない、朝はやっぱり声が出ないんだねということですね。そういうことでございましてですね、今回は、ポジションごとに、リカルド・ロドリゲスはおそらく求めているであろう人材と、そこのポジションの選手を何人か、ピックアップ J1、J2 からピックアップしてますので、そこよろしくお願いいたします。ということで早速いきましょうかね。どうなんですかね、リカルド・ロドリゲス、ゴールキーパーに関しては僕は西川がいますし鈴木財音もいますので、ここに関してはもうあえて補強は上げておりません。ということでディフェンダーからいきましょうかね。ディフェンダーですね、もちろんパスセンスのある選手、リカルド・ロドリゲスどんな監督っていうことで、その動画でも紹介しましたけども、パスセンスのある選手でございますね。本当パスセンスね、高さとか強さっていう身体的能力よりもやっぱり徳島の、選手構成とか、ベンチメンバーを含めて、見ているとやっぱりそこの部分ですよね。身体的能力よりも、サッカー選手としての足元の技術とか、その辺が求められます。で、相手をポジショニングとパスで剥がせる選手、これはやっぱりドリブラー選手、ドリブルで剥がす選手とか、サッカー選手っていうのはいろんな、マークの外し方っていうのは、あるんですけども、リカルド・ロドリゲス監督ですけど、ポジショナルサッカー、ポジショナルポジションスタイルということでございまして、やっぱりポジショナルプレーっていうのはやっぱりある程度賢さがないといけない、サッカー選手としてサッカー IQ が、ないといけない、やっぱりね、場面場面の相手の立ち位置とかポジショニングを見て動かないといけないということでございまして、やっぱり賢い選手ということで、こちらですね、やっぱ坂選手ですね、湘南、坂選手に関してやっぱりね、賢いですよね。高い位置を取ることもできます。ただ身長がね、170センチ前半で、もちろん最初もさっきも言いましたけども、身体的な能力っていうのは正直、そこまで、リカルド・ロドリゲスは求めていないね。それよりも、パスセンス、坂選手の場合はビルドアップ能力も非常に高いですし、最終ラインから一気に、相手の最終ラインまでボールを蹴ることができます。本当ね、長いパス、ロングフィードが出せる、選手でございますので、ビルドアップの時にはこの選手の、能力が生きるのかと思いますね。で、宮大輝選手、こちらも、レフティー選手ですね、鳥栖の、センターバックでございますけども、やっぱりこの選手もね、足元の技術非常に高いです。この選手はロングフィード、坂選手が、ロングフィードを入れるのが得意な選手とすると、宮選手の場合高さと強さももちろん身体的能力はあるんですけども、それよりもやっぱり、パサーとして、本当につなぐっていうのが上手い選手ですね。一本の縦パスとかで場面も変えることが、できる選手でございますし、そういうことでいうと、ビルドアップ能力、そこはね、坂選手とは微妙にタイプは違うと思うんですけども、ただ、リカルド・ロドリゲスが求める人材なのか。で、村松選手に関してはこの選手も身長は高くないんですけども、ただ対人プレーというのが非常にうまいですね。ビルドアップ能力、サイドバックも、できる選手ということでございまして、北九州で主にセンターバックなんですけど、プロ入り前はサイドバックをやっていたこともあって、そういうことでいうとやっぱりね、持ち運ぶうまさとかそういうのも、兼ね備えているのがやっぱりこの村松選手、非常に今年大活躍していますけど、十分やれるのでなかろうかと思いますね。はい。で、次ボランチですね。ボランチはバランスの取れる選手でございますね。やっぱり岩尾選手とか小西選手のように、攻撃に特化してるわけでもなく、守備に特化、しているわけでもない。ただ岩尾選手の場合は本当パサーとしての能力は、素晴らしいものがありますので、別にね、岩尾選手とか小西選手がね、特徴のない選手とかではなくて、やっぱりクロート向けする選手なんですよね。だから阿部勇樹タイプとか、そういう選手になってくるのかと思いますね。だからエベルトンみたいな感じの選手を好んでいるのかと、裏で言うとね、思いますね。で、そこの補強候補としてやっぱ長谷川選手を置いたのになるかなと。やっぱり今年ね、大分で頭角を表してきたというか、両利きのボランチの選手ですね。やっぱりね、このさっきも挙げましたけど、やっぱり九州のチームのゲームを僕は多く見るので、 J1、J2 関係なくですね、そこでやっぱりちょっと名前がそっちに多いのかな、そっちの選手が多いのかって感じも自分でも書いていて思ったんですけども、長谷川選手、本当左右にボールが蹴れる選手でございますね。本当、チラスパスうまいですし、ポジショナルプレー、やっぱり、片野坂監督のことパスサッカーというので、足元も鍛えられている
ると思いますし、まあ本当ね、うまいです。本当長短のパスをどんどん織り交ぜて出せる選手でございますね。本当使え、全然浦和でもやれるかと思いますね。で、まあ伊藤選手ですね、まあこの選手は完全にまあレフティーでまあパサータイプの選手でございますけども、やっぱりボランチもできますけども、ただ今年はセンターバックやったりとか、まあ、3バックの、まあ、左をやったりとか、まあ、真ん中やったりとか、ウィングバックをやったりとか、いろんなところで、まあ使われています。ただ伊藤選手のやっぱり最大の能力っていうのは守備よりもやっぱりパッサーとしてのセンスと思います。このね189センチかなぐらいの身長で、まあ、レフティーでパサータイプのボランチっていうのはね、もう日本中探しても多分ねいないと思います。本当にまあ稀な存在というかですね。でだから、ね、そういうことで言えば伊藤選手はちょっと裏に今いないタイプでございますので、まあ、必要かと思いますね。であとは前選手福岡ですね。この前選手がね、コロナにかかって、でその後復帰してから福岡は調子が良くなった。本当抜群のポジショニング、なんていうか浦和でいうと武藤のようなね、いいとこでポジショニング取るんですよね。本当ポジションの取り方がうまいんですね。で縦パスも入れますし、まあチラスパスも入れるということで、本当ねボランチ版武藤という感じでございます。わかりやすく言うと、まあそういうことなんですけども、ただ前選手のいいとこっていうのはやっぱもうキャプテンシーですよね。やっぱチームを引っ張る力っていうのはもちろん、ありますので、この推進力、まあ、キャプテンシーはもちろんそうですけど、やっぱり全体像をはっきり、まあ、見て、でコーチングしないといけない。ボランチっていうのは特にそういうポジションでございますし、まあ、もちろん自ら持ち運んで、プレーしないといけない。そういうことで言うとやっぱね、その人間性含めて前選手は僕は全然ありなのかと思いますね。で、次ウィングバックですね。ウィングバックも求められるの分かりやすいです。アジリティとクロスの精度が高い選手ですね。まあ、ドリブル突破能力っていうのももちろん、まあ、必要になってくるんですけど、またドリブル突破能力っていうのはどちらかというとウィングバックよりも、まあ、シャドウの選手に期待しているのかと個人的には思っておりますね。本当クイックネスとか細かい動きができる選手で、本当クロスの精度が高い選手、まあ、足元のこうなんだろうな、グラウンダー気味のパスとかいうよりも本当クロスでどんだけアシストが決めれるかっていうところになってくるのかと思いますね。まあ、それでいうとやっぱり、まあ、田中達也はですね、自分で仕掛けれるし得点能力もあります。アシストも決めれるということで、まあ、田中達也、まあ、ウィングバックというか、まあ、シャドウでも田中達也はできるので、まあ本当欲しいですね。本当今 J1 ナンバーワンの J リーグナンバーワンのウィングバックは僕は田中達也と思ってますね。で鈴木太一、やっぱり来たかということでございます。本当この動画をねもう1年間見てくれている方なら分かると思いますけど、僕はどんだけ鈴木太一を推しているかっていうのはやっぱりね、分かってくれているか。本当縦への突破能力、まあ、浦和との開幕戦では2アシスト決めました。ただ今年はちょっと出場機会がコンディションとか怪我の問題なのか、ちょっと、出場機会がどうも伸びていないみたいなんで、まあ、ある意味狙い目かなと。まあこの出場していないのがやっぱり怪我とかになってくると、まあ、どうなるのか分かりませんけども、ただ万全の状態であれば全然海外も狙える選手と思いますので、全然ありと思いますね。で飯田選手ですね、京都本当ね縦にどんどん仕掛けることができますし、クロスもうまいで、足元のね技術、この足元、まあ味方につけるパス、っていうのも非常にうまいですし、そういうことで本当飯田選手万能なウィングバックタイプかと思いますので、まあ、この選手どうなんですかね。まあ、もしリカルド・ロドリゲスがサイドバック、まあ、フォーバックやるときはこの飯田選手もね、もうサイドバックができるのかなと話も聞いているので、まあ、そこのユーティリティ性も全然、ありかと思いますね。まあ、田中達也にサイドバックって無理でございますけどもね、例えば鈴木太一もサイドバックできますけど、まあ、ここのサイドバックの選手じゃない、ただサイドバックのもできるウィングバックが欲しいよねってなると、まあ、飯田選手かなと。まあ、田中達也、鈴木太一っていうのは、まあ、シャドウとか、まあ、ウィングバックができる選手であって、サイドバックの選手じゃない。ただ、飯田選手の場合は、どっちかというと、まあ、シャドウじゃないけども、ウィングバックとサイドバックの、ポジションの選手かな。本当、ウィングバックってポジションは考えれば考えるほど、まあ、監督のこの色が出るって僕は思っていますので、そういう意味では、やっぱ飯田選手のような、選手ってのは非常に必要かと思いますね。はい。で、シャドウですね。まあ、シャドウの場合は本当賢くないといけない。まあ、全部のポジションで言えるんですけどもね、本当どうやってセンターフォワードの選手に点を取らせるか、まあ、適切なポジショニングが取れるかで、本当未来を考えることができるかっていうことかと思いますね。やっぱり、裏の、ね、シャドウっていうとんってワントップ2シャドウで、まあ、コオロキ、リー、タダノリ、武藤がやっていた時代っていうのがあります。まあ、この3人とも得点能力が非常に高い選手で賢い選手だったんですけども、ただどっちかというと、まあ、徳島の選手層の問題とか、まあ、いろいろあるので、これははっきりとは言えないんですけれども、ただ見ている感じだと、まあここに書いてませんけど、自分で仕掛ける能力とか、まあただ、自分で仕掛けてゴールを狙うセンスももちろんあるんですよね。やっぱ西田選手とかもそうですけども、それよりもやっぱりどうやって、まあチーム全体として点を取るか、どうすればチーム全体として点が取る可能性を
あ、点を、点につながるプレーができるのか、ポジショニングも含めてですけど、そういうのが求められているのかと思いますね。でそれで言うと金子翔太とか、まあ、徳島から西矢選手、小泉選手、琉球では小泉選手ですね。まあ、これ見てわかると本当アジリティって感じですね。アジリティの高い選手ですよね。で金子翔太の場合本当清水で大活躍していますし、シャドウもできますし、まあ右、まあ、サイドウィングバック、ウィングバックはどうなんだろう、金子選手のウィングバックはどうなんだろう、できるのかな、わかりませんけど、ただサイドハーフは少なくとも金子選手できる選手でございますので、まあ、ポリバレントというか、まあ、そこは非常に、まあ、使い勝手はいいですし、もちろん金子選手の得点能力とアシスト能力というのは、もちろん素晴らしいものがあります。この選手も正直海外に行ってもおかしくないのかといつかね思っていますので、まあ本当ね、取れるのであれば欲しい選手でございますね。で、まあ、西矢選手、まあ、今回徳島からは多分西矢選手しか僕は挙げていないんですけども、西矢選手本当素晴らしい選手ですね。もともと栃木にいた選手ですけども、その時は本当アジリティの高さとサッカーセンスっていうのは非常に抜群の選手でした。今年首位の徳島、J2 首位の徳島を引っ張っている間違いなく立役者でございます。本当ね、こういう、なんだろう、ミシャが浦和に来た時もそうなんですけども、やっぱり自分のサッカーを浸透させるには、やっぱり、もう正直、元いたチームから引っ張ってくるのが、早いんですよね。まあ、ただ、浦和がただミシャの時から学ばないといけないのは、やっぱりね、確かに自分のやりたい、監督がやりたいサッカーを浸透させるには、元いたチームから持ってくるのが早いんですけども、ただそれは、サポーターからの反感が、まあ、ただやりすぎると、まあ、サポーターからの反感が高くて、まあ、あの世代交代の時とか放出とか監督がいなくなった時に困るよねっていうのは結構裏のこのスタッフっていうのは結構身に染みて感じていると思いますので、まあ取ってきても一人になるのかなと僕は思いますね。であと琉球小泉選手ですね。多分琉球の小泉って誰だっていうね、 J1 サポーターは多いと思います。ただものすごいセンスの塊抜群です。若さもありますし、まあこの選手ね、まあトップ下とか、まあ、シャドウとか、まあできるボランチもできる選手でございますね。本当ボランチでね、こんだけアジリティとスピードのあるね、どんどん自分でできることが、自分で完結、攻撃を完結できる選手でございまして、で、まあ、琉球も、まあ、樋口監督の元ポジショナルプレーというかポジショナルサッカーを、まあ、しています。でそこでやっぱりどうやって中盤で数的有利を作っていくのかっていう時に、まあ、ボランチの選手がボールを持つと必ず小泉選手が浮いていたりとか、なんで今小泉がフリーなんだとかね、そういう場面っていうのは琉球の試合見ててよくあるんですよね。要は自分でフリーになることができる選手、やっぱりこうマークをうまく剥がしてチーム全体の意思疎通、こうすればポジショナルプレー、要は数的有利を作りながら攻める、自分がここにいれば、まあ、数的有利フリーになれるということを、まあ、うまく分かっている選手かなと非常に思っておりますので、小泉選手は正直、まあ、この金子、西矢の中でいうとこの3人の中で僕は正直小泉選手一番狙い目かと思いますし、一番貢献できるのかと思います。多分もしかしたら今年はもう J2 最後かもしれないね。小泉選手はもしかしたら来年 J1 どっかに引き抜かれる可能性があるかなと僕は思っておりますね。まあこれ以外に言うと浦和の名倉、浦和じゃない、長崎の名倉選手とかも非常にね、ここ入ってくるのかと思いますね。特に J2 の、まあ、今回 J2 の選手も多く挙げましたけども、やっぱりね J1 の、選手たちっていうのは、まあ、リカルド・ロルゲスどんなサッカーをするのかって言ったら、まあ、大体は、まあ、こんな僕でもね、こんなど素人の僕でも想像つくので、まあ、分かってると思うんですけども、やっぱりその実際に対戦相手として戦った選手の方がこのサッカーの魅力っていうのを分かっていると思いますし、頭に入っていると思いますので、割と J2 から持ってきた方が、まあ、徳島に限らずですけども、このサッカーの理解度っていうのは早いのかと思いますね。はい、で最後フォワードですね。まあ、フォワードは高さと強さも、これ柿田選手に、まあ、スタメンは柿田選手が張っていて、で控えにも佐藤選手っていうね、高さと強さの、まあ、ある選手がいますので、結構高さと強さっていうのをフォワードには求めているのかっていうのは、まあ、控え選手スタメンの選手込みで、まあ、思いますね。で特に柿田選手の場合は、まあ、ずっとノーゴールが連続してノーゴールが続いていても使っていたので、そこへの、まあ、信頼度ももちろんあると思うんですけども、まあ、そういう選手を置いときたいっていうのはもちろん監督の中であるのかと、まあ、高さ強さ周りを生かすうまさっていうのは必要かと思ってますね。で、まあ、補強候補やっぱり名古屋の山崎選手ですね。この選手はどうなんだろう、多分リカルド・ロレゲスのもと一緒にやってるのかな、ね、徳島にも山崎選手いたんで、もしかしたら1年ぐらい一緒にやっている可能性も、ありますよね。まあ、ちょっとそこをちょっと調べ不足かなと自分でも思ったんですけど、ただ高さ強さっていう意味で山崎選手かなと思いますし、まあまあ、もっと言うと小川航基が、ね、取れたらいいなって取れたらいいなはね、あんまりね、まあ、このよろしくないんですけども、ただやっぱり小川航基もね J1 でプレーしたいっていうのはもちろん
あると思いますので、まあ、ここは候補になっていく。タイプ的には、まあ、候補になってくるし、ね、取れたら大きいなと思う、若さ的にも。で、カナダのルカオ選手とかも、ね、強さ、ね、縦の推進力、非常にあると思いますので、まあ、ルカオ選手は本当ね、まあ、鹿児島の時よりも今、金沢で本当にどんどん伸びてきているなと、本当、日本のサッカーのこのなんだ特色っていうのは、日本人選手の、特色を分かっていますね。自分の体の強さっていうのを思う存分生かしている、まあ、日本人選手の課題ではあるんですけども、体の入れ方とか、ディフェンダーの選手ですけども、体の入れ方とか、まあ、そういうところですよね。そこの弱点っていうのをルカオ選手、うまく、まあ、使っている。そういうことでいうと、やっぱり日本人選手、まあ、相手選手、ね、マッチアップしたときに、どうやって自分が相手選手をかわせるかとか、どう体をぶつければ、まあ、突破できるかっていうのを、まあ、そういうの分かっているかと思うので、まあ、ルカオ選手も僕は面白い、外国人選手の補強では面白いのかと思いますね。はい、まあ、ということで今回浦和レッズの、まあ、新補強候補ということでございまして、まあ、もちろんね、紹介したい選手はいっぱいいるんですね。たくさんいますね。本当ね、この選手浦和に欲しいなとか、この選手と一緒に監督と新監督と共にっていうのはもちろんあるんですけども、結構多分ね、現実的っていうか、もうハマるであろう選手を、まあ、選ばせてもらいましたし、結構これ見て分かる通り、 J1 の上位チームからって名前あんまり出していないんですね。まあ、この山崎選手に関しては、まあ、J1 はもちろん名古屋の上位のチームでございますし、まあ、もちろんねスタメンで出ることもあります。ただやっぱり今年 J1 の上位チームから選手を引き抜くっていうのは浦和はちょっと厳しいのかと、まあ、年俸的な問題もありますし、まあ、相手チームが出さないっていうのはもちろん、ね、あると思います。日本人の移動っていうのはまあ難しいのかなということで、まあ、なんていうか、非常に難しい言い方になりますけども、まあ、比較的順位が、まあ、下位の方であったり、中位の真ん中にいる、あんまり浦和と順位的には変わらないところとか、とか、まあ、J2 の選手とかを、まあ、狙うことによって、その交渉の確率と成功度っていうのは上がってくるのかと思いますね。本当、ね、まあ、J1 からどんどん取ってくれればいいんですよね。ガブリエル、シャビエルとかでシミッチとか取れたら本当、まあ、それは一番いいよねって話ですけども、というかそれよりもまあ割と現実的にな話になったと思います。はい、だからね、その選手取れないだろうっていう選手多分いないの、その現実的っていうのはそのサポーターとかが見て、いやガブリエル・シャビエルとかシミッチ取れねえだと、まあ、シミッチは試合に出て、まあ、いませんけども、あんまりね、出ていないけども、無理だろうっていうところは、まあ、あえて避けましたし、割とね、あ、その選手なら取れるかもしれないとか、そういうところをピックアップさせてもらいました。はい。まあ、ということで、今回ね、補強の話させていただきました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。さよなら。